はいということで聴いていただきました、えー、西村千奈子さんがボーカルで参加されていますミステリーサークルの「越楽能面絵巻」という曲でございましたこちらは本当にメタルメタルした、ね、<laughs> 曲でまた <laughs>、うん、打って変わってっていう感じですけれどもそうです、ね、さらっと聴いていただけるんじゃないかなと思いますこちらこちらでやっぱりなんかスカッとはまる感じがしますね、うん、西村さんのボーカルっていうのがね,ねメタルなんですけどすごいね明るいというか、うん、なんかこう、うん もうスポーツ選手が速く走るためになんかとにかく何も考えないでやるみたいな感じでボーカリストとしてあのなんかこう難しい歌とかをあの集中して歌いきるみたいなのができてこれは楽しいちょっと体育,系のノリで体育会系で、もっと走れいって言って、はい、すみませんもうちょっと練習なってくださいみたいなのにやってるみたいな。 そか今までは本当に自分が作詞も作曲もされてきたっていう中で今回は逆に言うと新鮮な部分でもあるんですね純粋にボーカリストとしてのみ参加するっていうのがそうですね全然違いますね使う筋力というか感覚といいうか思ました結構今までの活動の中で他のミュージシャンの方に音楽提供もそういえば楽曲の提供はないんですが作詞は結構やってますね。 結局そうですね声優さんとかうん、うん、あとはあのー、アイドルさんとかは。結構、はい 作詞やってました。ねそうなんですね。あんまりやってないんですけどね。あ、そっか。最近はそんなにということなんですね。そうなんですよ。作詞もう面白いですよね。だからその作るのも面白いし、歌うのも面白いし、あ、何でもやりたい。本当にいろんな方面にね、あの趣味のベクトル、趣味じゃないや音楽のベクトルがね向かってるっていう感じがすごいします。そうそう、これも一つ聞いておかなければといった部分で、ちょっと話が食いっと曲がっちゃいますけれども、あの ルモイ出身の西村さんが東京の方にに、ねうん、出て行かれて音楽活動をずっと今まで続けてこられたっていう部分で、うん、やっぱりそのルモイの、まあ、子供じ自分それから学生自分をルモイで過ごしたっていう部分が、うん、なんかこう自分の音楽活動の中に、あのー、生きてるあるいは影響を与えてる部分っていうのもやっぱり感じることってありますかも、うん、もうなななししじゃ考えられいいですすよねててあの、えー、繋がってるなとは思います今回もお久しぶりに、うん 帰ってきてき特に思いましたうん、うん、友達とかにもあったし、うん、親にもあったし、はい、あと今ちょっと車でですけど、はい、あの走ってあとからもっとゆっくり見てもらおうと思ってるんですがうん、うん、ちょっと見てて、うん、いろんなことを思い出したりつながったりとかしてる中で。 具体的に言えばいっぱいあるまたさらにいっぱいあるんですがもうなしでは全く考えられないなと思います自分のがこの性格なのもここにこうやってまた来てるのもこのシリーズで全部出してるのも歌ってるのもなんなんかそうですね全部ですね。海の景色まあ育ってきた風景とかまああるいは子供の頃聞いたりした音楽だったりっていういろんなまあ遊んだ思い出とかそんなようなのがこう少なからず 自分の音楽を作る中にも生きててるっていうことなんですか、うん、そうですねーあの具体的に言うとうん、うん、う小学校の時の、えっと、途中で担任の方だった、えー、長沼先生って方がいたんですけど、はいはい、その先生があの音大出身の方で。 クラス全員を毎日朝あの朝の会は音楽だったんですよであの普通なんか「ご先生何とかくんか掃除してくれません」みたいな「ああ質問です」みたいななんかああいうのがんかもう全部音楽にすり替わってって音楽をみんなで朝毎朝あの譜面渡されてで 一日一曲ずつぐらいのペースで、うん、あのいろんな曲を覚えてみんなで歌うえるようになるっていうのをやってたんですよね。あれはかなり自分の中で大きかったんじゃないかなっていうの、<ー>なんかちょっと歌が楽しいみたいな。うん、で、あの今

そうだいぶ鍛えられあとはもうその後また歌が好きでずっと歌ってたんですけどーへーへーあとはもう大きかったのは高校ですね。うんうん、あの今回ちょっとずっと一緒に留萌いてくれる親友がいるんですけどその親友と自転車で留萌、はい、川の脇を留萌高校までーー自転車で <laughs> 春日町から行くんですよ。ーへーへーでその途中で結構距離あって30分ぐらいかかるんじゃないかな確か。 あの自転車二人でこぎながら、はい、あの毎日だからだんだん会話とかしないんですよって。うんうんうん 私がある日歌い始めて自分の好きな曲を風に向かってわーって歌って、ええ、でそれを黙ってその親友が聴いてるみたいな、ええ、<laughs> それを毎日毎日やった。自転車こきながら超歌ってるって今考えたらめちゃめちゃトレーニングになってて鍛えられるそうそうそう、ねうん、なんかもうそれ30分毎日駅でやって朝起きていく時にやってたので、うん。うんうん あれはでかかったですねそれは純粋に楽楽ししくくててててややっったんでしょうね何も考えないでんかいろんなその時々の多分当時ドリカムとか大好きだったんでその後シーナリンゴトさんとかあとはミ i s i さんとか宇多田ヒカルさんとか聴いたりしてたけどまあその時その時の好きな曲を空で歌ってたんですねあれはでかかっただろうなって今だったら思います うか今になってからこう振り返ってみて思うっていう、うん、そこがこう点と点が線でつながってるっていう部分なんでしょうかねあとはもう詩とかに関して言えば、うん、もうここに生まれて育ったあの景色っていうのは常にもう自分の中で、うんうん 消えないもので残ってるので思い浮かべる時に景色とか出てきますね、うん、自然と街 <laughs> 並みとか夕焼けとか海とかそんな感じのもちろん猛吹雪も中には。<laughs> <laughs> のみたいのも入ってるんだろうなっていうふうにはねそうですねもう真っ白ななんかこうただ黙々と歩くみたいな本当ですよねなんかもう本当にね足だけを見てみて上向けないものね向きひどい時に今日はそうでしたねそうですねちょっとあの朝日川のホテルから朝日川駅まで歩く時にあの短いって聞いたんですけど実は結構長くてなんかカーを引きながら歩いた時にあこれだと思ってこのなんかすごい孤独な戦いって思った 歩くしかないしみたいな。というかそのルモイ、ね、やっぱり暮らしだったりねそういった環境が本当にちゃんと音楽にも生きる素地があったんだなって聞くとなんかちょっと我々としてもうれしくなったりする部分が <laughs> <laughs> あったりするわけなんですけども。あね、この後 この、えー、2013年始まったばっかりですけれども、はい、今後の活動のこう抱負みたいのってやっぱりあの木島サウンドシステムはすごく面白いので自分の中ではあの音楽を作るっていうことはメロークラップっていう、うん、ずっとやってる、はい、あの自分主催のバンドの方でやりながら何でしょうねあの私が あの作りたくても作れないものを作ってくれてるっていう感じがあるし私の代弁者みたいにちょっと勝手に思ってるとこがあって、うんうん、それをしっかり歌う木島サウンドシステムと私が自分で自然とできるものを歌うメロークラブっていうこの2つはちょっと腰を据えてや、うん、ろうと思って、はいあのー、前にも増して音楽に熱を入れてあの時間を取るように最近はしてます。うんはい、でなんかおのとあのー 形にななっててくるような感じがしてますね、うん、の出会いも増えてますし呼んでくださる方も地方の方とかでも増えてきたのでうん、うん、ここら辺でなんかまた戻ってきた時はもうちょっと大きくなって。はいうん 来れるんじゃなないかなとは思ってます本当にちょうど昨年からねこう木島サウンドシステムさんの方ともつながりができてきて、はい、じわじわとこうねまた音楽活動が広がってきてるような感じがあるのかもしれませんね。うん、そうですねはい、はい、あとはもう一つある<い> <laughs> なんか、うん、音楽もそうですけど今回ルームに来て、うん、あのいろんな人に一人ずつこう会う。 っててていうのをしやっぱり自分のできることは何でもしたいみたいな気持ちがもう生きてる間なんか体力続く限りみたいなやれることはどんどんやりたいみたいなのがあって思いつく限りのおせっかいを働こうみたいなのも最近になってて例えばホームページが作れたりするのでホームページがない友達とかに作るよってな音楽活動やってるような方ととかそれ以外も最近はちょっとボランティアの。 な,なんでしょうあの自殺支援の,、うん、あのホームページが東京のほでたまであるんですけどホームページ作ったりとかできることってそんなにたくさんないのかもしれないけど、うん、なんか自分ができることで、うん、あのなんか出し惜し,し,しみしないでやれることはどんどんあの、うん、イエスって言っていこうみたいなのは今ちょっと考えて<ー>あの去年あたりからそれやるようになったら、うん、なんかちょっと自分が。 自分の環境がなんか変わったような気がするので、ちょっとそれも続けていきたいなと思ってます。はい。本当にじゃあ去年の1年間っていうのは、まあ音楽も含めて自分の中も含めて、なんかいろいろとこう精神的にも変革する面があったなんでしょうか。ありましたね。かなりあったと思います。なんでかっていう。 言うと、ちょっと自然と、なので、うまく言えないんですけど、なんかそういうの、ブログでも、また。見てください、よかったら。そうですね。書いてるんで。ね、ぜひ気になる方は、西村哲さん、のブログもね、チェックしてみては、いかがでしょうか。はい、というわけで、本当に、いろんな方向に向かって、こう活動が、今徐々にね。熱くなってきている、西村さん、を、今日はゲストにお迎えして、いろんなお話、伺いました。はい。本当に、今日はどうも、ありがとうございました。はい、こちらこそ、ありがとうございました。